ご視聴ありがとうございます。葵です。この動画は以下のようになっています。以上のことを踏まえ、これからの動画をお楽しみください。確か、大阪は、まだ梅雨明け宣言は出ていなかったと思いますが、猛暑、酷暑が続くここ最近。先週、砂岩都市遠征の際には、大雨が続いた影響で、気温はそれほどではなかったのですが、現在夕方の6時前でも、本当に暑くて暑くて大変でした。そんな暑いパナソニックスタジアムのルート、ウェルビーイング内に、夕涼みエリアが設置されました。夕涼みエリア内では、テントとミストによる暑さ対策はもちろん、気持ちの良い音楽が流れるテーブル席に座って、ゆったりと、パナスタ自慢の、ビールやドリンク、グルメを楽しんでいただけます。入場するのには、1500円かかりますが、ドリンク1杯と、場外グルメで使える500円のフード券付きなので、次回の FC 東京戦などでも実施されたら、ぜひとも参加したいと思っています。スタジアム内に入場。影になっていますが、それでも暑かったです。ここまで来るのに汗をかいているので、シオアの売店で販売しているアクエリアスを飲んで休んでいました。今回の対戦相手の湘南ベルマーレ、新大阪駅で新幹線乗り換えて来られているサポーターの方々を多く見かけました。ピッチに散水が行われています。この散水は選手紹介時の水が噴き出すスプラッシュなどで少し涼しく感じることになりました。
の試合先発だった倉田修選手は J1 リーグ400試合出場、そして鈴木徳真選手は100試合出場という記念すべき試合でした。お二人の出場記念セレモニーは次のホームでの FC 東京戦に行われるのかな。水曜日なので到着するのがギリギリかもしれないですが、頑張ってそのセレモニーを見てみたいものです。この試合より1時間早くスタートした町田と横浜 F マリノスの試合は横浜 F マリノスの勝利、首位との勝ち点を縮めるためには絶対に負けられない試合になりました。ウェルトン選手の突破等でチャンスを何度か作りましたが、この試合対戦相手の湘南が本当に強かったです。7月負けなしの勢い、そしてガンバのプレスがかからず自由にプレーをさせてしまいましたね。あとミスも多かったです。特にこちらのスローインから相手にボールを渡してピンチを迎えるのを見るのが辛かったです。後半選手交代などでガンバが押し込む時間が増えてあと少しっていうチャンスもありましたが、湘南にゴールを許し敗戦、本当に残念な結果になりました。これから J1 リーグは中断期間に、今回の敗戦を中断期間に中に修正して首位町田を追いかけてほしいものです。そろそろこの動画の終わりが近づいてきました。高評価とチャンネル登録をお願いします。次回は J1 リーグは中断期間に入っていますが、このパナソニックスタジアムでスペインリーグの強豪であるラレアルコトレアルソシエダを迎えるフレンドリーマッチが開催されます。その試合の観戦記を予定しています。その動画もよろしくお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。本当に感謝しています。